市内にあるシェルタースデロットは、イスラエル南部地区に位置する都市である。町の名前は、大通りを意味し、中心部を走るユーカリ並木の通りに由来する。スデロットとガザの距離は 1.6km にも満たず、最も近い地点では 840m しか離れていない。 1953年にクルディスターンとイランからの移住者のために設置された一時的な収容所が町の始まりである。1954年から住宅の建設が始められ、1958年に調整が施行された。1996年から市政が施行される。2000年からの第二次インティファーダ以降、スデロットは、 ガザ地区からのロケット砲撃にさらされている。治安の悪化は街の経済、人口の減少に悪影響を与えている。13人のイスラエル人が死亡し、数十人が負傷したロケット砲での攻撃は数百万ドルの損失をもたらし、街の日常生活に大きな痛手を与えた。空襲のサイレンと爆発音が住民の一部に 深刻な心的外傷を与えていることが研究によって判明している。スデロットに住む4歳から18歳の子供のうち少なくとも75%が睡眠障害と重度の不安を抱える心的外傷後ストレス障害に苦しんでいる。2007年6月中旬から2008年2月中旬にかけて771発のロケット弾と857発の 迫撃砲がスデロットとネゲブの西部に着弾し、1日に平均3から4発の爆弾が打ち込まれている。2008年当時のスデロットのサラリーマンの平均収入は5261シンシェケルだった。失業者はスデロットの工場的な問題となっており、2012年にイスラエル政府はスデロットの経済力の強化。 雇用の促進、町の住民の社会心理プログラムの支援のため、59万ドル、近くの経済的便益を承認した。1960年代以降、食品、繊維業の工場がスデロットに建設され、1990年代以末からは、ハイテク関連製品の工場が建てられ始める。1981年からスデロットで創業している、オセムの工場は、 480人の従業員を雇用する地域の一大雇用者となっている。オセムの工場では、バンバ、ビスリ、粉末のインスタントスープ、ケチャップ、ソースなど170の製品が製造されている。メスレは2002年にスデロットに研究・開発機関を設立し、朝食用のシリアルを生産する拠点もスデロットに置かれている。 スデロットに工場を設置している企業の一つであるアムドックスはスデロットで工業区域の開発を進めている。またスデロットに建てられているメノーラー用のろうそくの工場からはハヌカーのためのろうそくが生産され世界中に輸出されている。2014年7月にデンマークのジャーナリストは丘の上に集まった人々の写真をツイッターに投稿しその様子を スデロットシネマと呼んだ。丘の上には地元の人間がガザ地区からの砲撃を見るために集まっており、ポップコーンを食べ、あるいは水タバコを吹かし、爆弾が直撃した時には歓声を上げていた。同様の出来事は2009年のガザ紛争の際にも起きており、何人かの批評家は監修が集まっていたパラシュヒルを恥の丘と呼んだ。 スデロットは以下の都市と姉妹都市協定を締結している。ありがとうございます。